天下3番893番荒木太郎です。本日はとんでもないお知らせがあります。暴力団ヤクザ情報なんですが、匠組の主力の昇進連合、まあ昇進連合といえば、匠組といえば昇進、もうこれが本当にザ匠組なんですよね。その匠組がなんと報道会若頭の野内組の射程として戻った、山口組に戻ったということなんですよね。あのヤクザのことを知らない人は何のこっちゃって思うかもしれませんけど、これ業界に携わった者としてはこんな衝撃的なことはないと。まあある意味山県組が山口組に戻るっていうのはまだわかるんですよ。理屈はそれもすごかったですよ。でも匠組本体はそのまま、まあ匠組本体は当然入江さんは神戸山口組の副組長っているわけですから、そこのほぼがもう抜けてしまって山口組に帰参ということで、その昇進連合としてとなるとどうにもならない。まあそうですね、形は一緒なんですよね。結局神戸山口組のトップが井上さんなんで、だから山県組の舵は当然山県組のトップなわけで、それができるわけで、山県、うん、ややこしいですけどそういうことですね。で匠組というものは入江さんなんで、その下のところは自分たちは勝手にしますっていうことなんですね。まあそういうことなんですけど、もうこれでもう本当にほぼほぼ勝敗という形ではもう勝敗は決しているということであるんですけども、じゃあもうこれがもう本当に決定だっていうふうに私もずっと思ってましたが、年末あたりのその動向、警察発表とか動向によりますと、それでも神戸山口組は500人ぐらいの勢力がいるということなんですね。山県組の主力が抜けっていうことでも、それ以外のところでそれなりの人数がいる。まあ仮に昇進連合だけで50人はいるとは思わないですけど、まあ抜けたとしても400以上はいるっていうことで、組織の形としてはまあなんとか保つことはできるのかというふうに思います。まあ若手がほとんど移行して、山県の若手、匠組の若手がほとんど元に戻る。まあ実際その前に匠組のそれぞれの組織はまあいろんな形でその山口組っていうか、まあ高度会を中心に山口組に戻っているっていうことは情報で聞いておりましたので、まあでもこの昇進連合自体がそうなるっていうのは驚きでしたね。まあそれに伴って当然まあ辞めていくと肩気になる人間もいるんでしょうし、これを機にっていう人もいますから、全員が全員というふうではないですけど、これは本当に驚きました。びっくりです。